交通事故のないように暑いし気をつけてそうサービスをさせてもらいます。どうぞよろしく。あとはね、頼まれたいのをもう3年ほど前から組織して、それはゴミ捨て等々の、まあ、頼まれたいのがあって、それだけじゃ、まあ、みんなあんまり量が少ないんで、独居老人の方たちが買い物に行くのに不自由されるんで、1ヶ月に2回移送サービスをしようじゃないか言って組織が成り立ったわけですけど、おられても働いておられて若い人が運転手がいないし行けない人はまあこれに入っていただいてるわけです。別に独居老人じゃないし2人ともおられても運転できないという人はこのメンバーに入れるわけです。とってもありがたいと思いました。本当にゆったりとして時間もでしたし、いろいろ坂入りどうしようこうしようと思わんでいいのでね、でも話と付き合っていただくのが申し訳ない気がするんですけどなありがたいところでありがたいな、皆さんにこう支えてもらってありがたいとつくづく思いました今日は